週末の競馬を楽しむ楽園節約術。競馬場の入場料はトイレットペーパーが貯めてくれ。意識すべき3つのポイント。トイレットペーパーは安価に手に入るで、最近は物価も上がりバカにできない。意外と使いすぎてしまうものなので、この動画を見て毎日意識していこう。3つのポイント。1、1回の使用量を意識する。2コマまでなど使いすぎない意識づけ。2ダブルではなくシングルを購入。日本トイレ協会の調査結果によると使用量が2倍も変わる。3個すらない抑えていく。こすりすぎは使いすぎのもと抑えてしっかり拭き取ろう。いかがでしたか。これであなたもトイレマイスター錬金術師。日本トイレ協会の情報によると、一人暮らしだと月平均は240m、30メートルのダブルだと月平均8ロール、1ロール40円と仮定すれば5ロールは節約した。シングルで半分節約、あとは拭き方を意識する。